ご覧いただいた通り北朝鮮側は何度も贈り物という言い方をしてきました果たして北朝鮮の大使が今回話したさらなる贈り物というのはどういうことを指すんでしょうか専門家に伺いましたまず軍事ジャーナリスト黒井文太郎さんは火星14型 ICBM をハワイの東側海域に向けて発射するだろうというふうに分析しています一方共同通信元平壌支局長の岩村和也さんは 9日の建国記念日に向けて弾道ミサイルの発射実験や核実験を行う可能性もあるだろうというふうに分析していますまあ、これだけ緊張感が高まっていますから関係各国も活発に動いていますまず安倍総理は明日ロシアのプーチン大統領と韓国のムンジェイン大統領と会談を行う予定ですさらにトランプ大統領が 中国の習近平主席と電話会談を行う予定になっているということですね、はい、実施したという公式発表はまだですが、ホワイトハウスは、首脳電話会談は日本時間午後10時ごろから行う予定を公表ししていましたアメリカ政府は現在、国連安全保障理事会で、これまで以上に強力な北朝鮮への制裁決議の採決を目指していて、トランプ大統領はこの会談でも、習主席に協力を求めたと見られます。はい このようにに本当に活発な首脳会談電話会談談電話が行われています、えー、つい最近行われたものを図にまとめましたが、まあ、あの北朝鮮をめぐる6者協議のメンバーを中心にこのように本当に頻繁に会談を行う一方で岡本さん、北朝鮮側は本当にこういう動きを無視するかのような挑発を続けていますがこれどうう見たらいいでしょうか北朝鮮もね相当焦ってるんだろうと思いますよ。はい、つまりね 制裁がやっぱり効果を表してきていると思うんですね、今までいろんなこう抜け道があったけれども、そういうものが全部少しずつ塞がれてきている、そうするとね、北朝鮮が倒れてしまう前に、だってもともと小さな経済規模ですしね、韓国の50分の1でしょ、はい、で軍事予算をもう本当に湯水のようにね、GDP の20%以上使ってる、そんな中で制裁をされて長く持つわけないから。 早く自分たちの本来の目標であるアメリカまで届く ICBM とそれに乗っける小型化した核弾頭の開発これをもう待ったなしでやらなきゃいけないということでペースアップしてるんじゃないでしょうかあなんかこう関係各国が足元を見られているような感覚にも陥るんですけれどもこれ打開策というのはもううないんでしょうかあ、ね、彼らはどんなことがあってもこれは、うん、やり遂げる。 覚悟なんでしょうねやり遂げるというのは、うん、まあ最終的にその長距離核ミサイルを持つということですよ、はい、そして、ひとたびそれを持ってしまえばうんと有利な条件からアメリカと交渉できるとこう思っているんでしょうね、うん、それから、もうその時には自分たちはすべて完成させたと完全な核大国になったんだとだからもう実験は必要ないミサイルの死者も必要ないと、はい、いうことになってくると制裁というのはじゃあ 何かをさせないための制裁という意味を失ってきて自分たちに対しては少し緩んでくるんじゃないかという、ね、北朝鮮は勝手にそう思ってるのかもしれませんねそうなると本当に北朝鮮の思うがままにこう関係各国が振り回されているというような状況ですね難しいですね、うん、まあ要するに止める手立ては軍事行動だけですけどもね、はい、これをやればこの大量の報復行動を北朝鮮から受けることになってしまう。まあ、要するにね この難しさというのは普通だったらね少しずつこの軍事行動をとってそれを徐々にエスカレートということもありえるんですけどももうとにかく38度線沿いに1万2000のものね長距離砲が並んでいるだからほんのちょこっとどっ,どっちかが直回を出しただけでね一挙に大規模な戦争に発展してしまうというつまりね管理された少しずつの段階の武力行使ということはこれできなくても一挙に 大大戦争に拡ししてしまうだから、軍事的な介入というのは無理だと思いますね、そうすると北朝鮮は結局、も自分たちの意思を通してしまうということになりますね、はい、なんとか打開する道はないのか、明日のプーチン大統領、ムン・ジェイン大統領と安倍総理の会談が注目です止めるのは石油制裁だけですね、石油の金融、ね、これにみんなが同意できるかどうかですね踏み込めるかどうかというところも注目です。はい